規制の里、横綱の責任感急上危機も迷わず出場決断。大相撲春場所千秋楽二六日エリオンアリーナ大阪。19年ぶりに誕生した日本出身の新横綱が、歴史に残る奇跡の優勝を成し遂げた。規制の里が本割、優勝決定戦で大関賞の富士に2連勝。2日前に負った左肩付近の怪我で休場危機に陥りながら逆転した背景には、驚異的な回復力と土俵に向き合う真剣な姿勢があった。春場所13日目の24日、初黒星の一番で負傷し、激痛に苦しみながら救急車で病院へ運ばれた。東京など遠方からかかりつけの整体師らを呼び寄せ、24日夜には迷うことなく出場を決断。関係者によると、付け人たちに出るから、準備を頼むと告げたという。治療を施した柔道整復師は普通の力士なら休場でしょう。でも横綱の選択肢には全くなかった。責任感と気持ちの大きさだと思うと声を震わせる。規制の里の頑丈な肉体を支えるのは回復力だ。2014年秋場所10日目の防富士戦。左四つとなった土俵中央で左肩を脱臼し、動けなくなった。長い相撲の末に敗れたっているのがやっとだった。土俵上で油汗が止まらなかったと吐露する。翌日は珍しく患部にテーピングを施して、乾杯。しかし取り組み後に東京都内の治療院へ直行すると、肩は元通りになった。15歳で力士になり、先代師匠の鳴門親方、元横綱龍乃里、二限界を超えた朝稽古で連日鍛えられた。血が滲む傷口は世に塞がってかさぶたとなり、当時の兄弟子は天才的な細胞だとなった逸話も残るほどだ。愚直に歩み続ける根性も見逃せない。たった1日の休場となった14年初場所千秋楽を今も悔やみ、決めたことをやり続ける。簡単なようで、実はこれが難しいという。幼稚園から中学卒業まで一度も欠席がなかったという男にとって、休むことは屈辱だった。新横綱場所で訪れた大きな試練を打破。土俵人生にまた一つ、大きな勲章が加わった。